この動画ではタスカムの16トラックライブレコーディングミキサーモデル16を紹介します。このモデル16は高性能なミキサーであると同時にマルチトラックレコーダーとして、さらにはパソコンと USB 接続することによって USB オーディオインターフェースとしても使用することのできる非常に多機能なハイブリッドミキサーになっています。バンドのリハーサルからライブ、さらにはレコーディングの環境まで、さまざまなシーンにおいてその実力発揮してくれるかと思います。では早速見ていきましょう。まずはミキサーセクションから見ていきます。まず入力は10マイク14ライン2インスト仕様、チャンネル1からチャンネル8まではモノラルのマイク入力になっていて、タスカムウルトラ HDDA マイクプリアンプ回路というタスカムオリジナルのマイクプリアンプが搭載されています。このマイクプリアンプのサウンド、実際聞いてみると非常に低ノイズで透明感があるんですけれども、なおかつしっかりとした芯のある非常に存在感あふれるサウンドが印象的でした。モノラルチャンネルのうちチャンネル1、チャンネル2にはエレキギターやエレアコ、エレキベースなどを直接接続することのできるインストゥルメント入力にも対応しています。また13、14チャンネルはステレオ入力ソースチャンネルとなっており、RCA ピンかもしくはステレオミニジャック入力となっていますので、音楽プレイヤーやスマホなどを接続するのに便利です。しかも Bluetooth にも対応して、ライブの転換なのでちょっと BGM を鳴らしたいなんていう時にも非常に便利だと思います。次にチャンネルストリップセクションを見ていきましょう。各チャンネルにはゲインノブとローカットスイッチが搭載されています。またチャンネル1から8のモノラルチャンネルにはノブ操作だけでダイナミクスコントロールが可能なワンノブスタイルのコンプレッサーが搭載されています。このモデル16に搭載されているワンノブコンプレッサーは回すだけで音の粒を揃えたり、直感的なダイナミクスコントロールが可能です。チャンネル1からチャンネル12までにはロー、ミッド、ハイの3バンドのイコライザーも搭載されています。1から8チャンネル目に関してはミッド、つまり中域の周波数が変更できるようになっていますので、狙った音作りが簡単に行えるようになっています。イコライザーの効きも非常にいいですので、音作りスムーズに行えるのではないかと思います。その下には3系統のオグジュアリーが用意されています。オグジュアリー1と2はモニター用の、オグジュアリー3は FX 用のバスになっていて、それぞれ独立した出力端子もありますので、ステージモニター、いわゆる転がしを接続したり、ヘッドフォンミックスを作る、外部のエフェクトを接続したりと、このあたりのルーティングというのはかなりフレキシブルに行うことができるかと思います。モデル16には16種類の内蔵マルチエフェクトが収録されています。リバーブやディレイ、コーラスといった定番のもの、そしてそれらを組み合わせた実用的なエフェクトタイプが収録されているのに加えて、エフェクトはパラメータも変更することができますので、このあたりかなり自由な音作りできるかと思います。そして非常に便利なのがマスターセクションに搭載されている4バンドの EQ です。この EQ はメインアウトもしくはモニター1、2にインサートすることができるので、会場に合わせたサウンドの微調整といったものを簡単に行うことができるんです。モデル16で非常にユニークなのがこのモードスイッチです。このモードを切り替えることによって、マイクや楽器など、つまりモデル16に接続されているソースと、後ほどご紹介する MTR、さらには USB 接続したパソコンからの入力、この3系統の入力を全て同時に使用することができるんです。例えば1から8チャンネル目までは接続した楽器の音を、9から12チャンネル目までは録音しておいた MTR の音を、そして13、14トラックにはパソコンからの音を入力してミックスするなんていう使い方ができてきます。続いてマルチトラックレコーダーとしての機能を見ていきましょう。モデル16にはミキサーセクションでご紹介した14系統の入力に加えて、ステレオのメインミックスを加えた最大16トラックまで、これを SD カードに 24bit 48kHz の高音質でレコーディングすることができるようになっています。この MTR 機能に関してはタスカムが長年にわたって培ってきたノウハウが詰め込まれており、非常に扱いやすい印象です。録音操作は非常に簡単で、録音したいチャンネルに搭載されているレックボタン、こちらを押して赤く点灯させます。
あとはディスプレイの下にある録音ボタンを押すだけ。録音が終了したら停止ボタンを押します。レコーディングが終わってからある一定区間だけを取り直したいなんていう場合に便利なパンチインパンチアウト機能であったり、すでに録音されている演奏を聞きながら演奏を取り重ねていくオーバーダブ録音なんていうものも非常に簡単に行うことができますので、レコーディング機材が苦手な方でもストレスなく扱うことができるかと思います。最後に USB オーディオインターフェース機能を見ていきましょう。パソコンと USB ケーブルで接続することによって最大 24bit 48kHz に対応した16イン14アウトの USB オーディオインターフェースとして使うことができます。この16入力の内訳としては、先ほどご紹介した MTR と同様で14系統の入力チャンネルプラス2チャンネルのメインミックスという仕様になっています。オリジナルの Tascam USB ドライバーを使うことによってオーディオバッファー値を最小4サンプルまで落とすことができますので、非常に低レイテンシーのレコーディング環境を構築することができるようになっています。またパソコン上の DAW ソフトで撮った音をモデル16の各チャンネルにルーティングしてアナログミックスをするなんていう使い方もできてきますので、パソコンで音楽制作をされている方にもおすすめです。ここまでご紹介してきたようにモデル16、非常に高性能高機能ではあるんですけれども、操作自体は非常にシンプルですので、一般的なアナログミキサーを使ったことのある方であれば迷わず操作することできると思います。また本体非常にコンパクトにできており、側面のウッドパネルを取り外すことによってラックマウントミキサーとして使うこともできるようになっています。アナログミキサーならではの温かみのあるサウンドと高機能なデジタルのワークフローを組み合わせたこのモデル16、ぜひチェックしてみてください。